足村山。おはようさん。はい。さ、なんか人数足んなくて、あれ？え、そうですか。上島でした。あ、上島寝坊みたいですね。寝坊？はい、あ、来た。おい、おい、どうぞ、すいません。おはようございます。おはようじゃねえだろ。知っても早くねえだろ、お前。すいません。え？許してください。何をしたんだ？いや、ちょっとですね、一杯やってまして、その一杯が二杯になり、二杯が三杯、三杯が一升。お前はな、酒飲むのだらしねえんだよ。あ、どうもすいません。申し訳ないです。はい。待てろ、本当に。わかりました。下がれ。自分だって寝坊するだろうか、このバカ殿が。てめえ寝坊しようて殿にバカ殿だったてめえ。おい寝やろう。川だぜ、川を。川だけはご勘弁ください。寝やろう。お願いします。行かしろ。川だけは専門のクリニックでお願いします。寝坊すんなよ。はい。殿。おはようございます。おいおい、おはようじゃねえだろう。え、誰か襲うようがいるだろう、お前。ああ、上島は誰やってんだ。またか、お前。殿。申し訳ございません。また寝坊か、てめえは。いや、これには事情がありまして。事情がある？はい。言ってみろよ。はい、昨日夜中に、うちの母上から電話がありまして、そして父上が、なんか危篤状態で、それで、なんか話になってしまいまして、申し訳ございません。大丈夫なのか？なんとか今のところは持ってるような感じでございます。でもよ、はい、この時代に電話ねえよな。はい、電話なんかございません。あらじゃねえよ、バカ野郎。見えすぎた嘘をつくんじゃねえよ、お前は。すいません、申し訳ないです。お前今度は寝坊したら本当クビだからな。はい、わかりました。分かったのか。心得ます。気をつけるよ、この野郎。はい、すいません。殿。おはようございます。おはようじゃねえだろうってか。舐めてんのか、お前。え、いやいやいねえだろ、あいつ。いや、また寝坊でございます。来た。あ、申し訳ありません。てめえ舐めてんのか。いや、舐めてはいませんけど、もう今日はどうしようもなかったんです。なんだその格好は、お前。みっともねえ。すいません。また寝坊か。寝坊です。何回言ったら分かんだよ、お前は。はい、すいません。はい、言って分かんなきゃ体で覚えるんだな。体。おい、来い。そこ座れ。ただちょっとやめてくれ。リビングで何時に起きるんだ？私ですか？うん、いつも6時に起きなければいけないんです。今日何時起きたんだ？目が覚めたらもう9時でした。9時？はい。そういうのを遅刻って言うんだよな。はい、はい。どここれは加減してねえからな、はい、バネは、はい、本物だからな。明日寝坊したのはクビだからな、本当にな。わかりました。明日は絶対に寝坊しません。本当だな。はい、こんな痛い目にあって絶対寝坊しません。ほら、そうじゃねえよ。お前何者だよ、お前。殿。おはようございます。おい、あのバカどうしたんだよ、お前。また寝坊。ちょっと、まだこりれるか。じゃあ殿、起こしてまいりましょうか。いいよ。俺が起こしてやるわ。ビシッと起こしてやるよ。あの野郎。行くぞ。行きましょう。
起こしてやる。うまそうだな。またねじゃったよ。これで起こしてやるわ。なんだ俺、ひどい痩せたなこれ。体悪いのかもしれない。寝よう寝よう。また寝ちゃったよ。しすぎだ。これはどうだ。まだ早いよ。これで大きいんだろ。どうだ。今日もいい天気だな。ジョーカーの様子はどうだ。ご覧になってください。どうだ。おお、賑わっておるの。さようでございますか。こっちはどうだ。お姉ちゃん気をつけなよ。変な奴がいるぞ。よそうじゃないよ。小林さん、お帰りなさい。今日もお仕事ご苦労様でした。なんだよその手は。今日のニット。今日のニット。そんなものはあれはしねえよ。ないってどういうこと。飲んじゃったんだよ。お前さん、今日のニット全部飲んじまったのかい。ただでさえ家賃だろなんだろ借金が溜まってるんだよ。あんたのニットがなかったらどうやって暮らしていくんだ。死ぬもの言うんじゃないよ。女黙ってろ。あの男には男の付き合いっていうものがあるんだよ。そんなこと言ったってあんたビシビシ泣くんじゃねえ。どうやって暮らしていけばいいんだよ。本当にもうあんたのニットがなかったら面白くねえな。顔見りゃ泣きやがってよてめえはよ。泣けちゃれよ。あのうわ、長屋か。おい、酒がねえじゃねえかよ。お酒なんかないよ。買ってくりゃいいだろう。おい、買ってくるってあんた、このうちのどこにそんなお金があるもんかい。
なんか売って買ってこいや酒をよ。こんなうちに売り物なんかも何もありゃしないんだよ。だからなんかあるだろお前。え、なんだろうすんだよ。何をすんだよお前さ。ちょっとやめてくれよ。なんかあんだろ。ちょっとあるじゃねえかお前。それはねおっかさんの形見なんだからダメだよ。あるじゃねえかお前。それはダメなんだ。いけない。これ売ってよ酒買ってこい。あら片身だってあんな安い着物にこれだけだ。ここで終わりか。先そんなこと言った。ああお前さん、そんなにガブ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 言ってたんだよ。酒あるわけないよそんなもの。なんかだから売ってくりゃいいだろうお前よ。売らって言ったって売るもんなんか何もありゃ。泣くんじゃねえよ。おいちょっと待て、動くなお前。これはお父ちゃんの私に買ってくれた大事なもんだから。やかしや。やらこの櫛を売ってだな。さやかどい。やかどい。くし売っててこい。お父ちゃんの方にくし早く買ってこい。そこで転ぶ理由ねえだろ俺の。もう面白くねえな。ビツビツビツ泣きやがってよ。これお酒、これお酒。ああまたこれだけかお前。またこれだけだ。ああもうこれだって無理なんだから。もう勘弁してくれ。これポチが入ってないんじゃないかお前。ポチが入っていたいって言った。もう勘弁して。酒なんかあるわけないじゃないかよ。なんか売って買ってくれんじゃないかよ。もうなんかもうありゃしないって。お前俺に口ごたえするぞ俺。何か売ってかかってこい。あい買ってこいって。酒がねえんだよ。酒が乱暴だけはやめて。乱暴だけはやめて。いいから行ってこい。もう泣いてばっかりやがってんねやろ。もう俺酒やめるからよ。すまなかったよ。気がない。お、ここかな。ほらこいつ言ってんだよ。やめてください。すぐ返してください。カタカタ言ってんじゃねえよ。黙ってついてこい。
お代官様。ああ、ご機嫌はいかがでしょうか。気分は上々だよ。おい、再会や。はい。例の件はどうなってるよ。ああ、守備は上々でございます。そうか、万事順調でございますよ。笑いが止まらねえわ。さようでございますな。持ってきたか。ああ、忘れておりました。これは失礼いたしました。よし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 。お代官様の大好きなものを今日は持参いたしましたよ。わしはこれが一番好きだな。大好物のおまんじゅうでございます。おまんじゅうが大好きだ。さささあ、こちらでございますよ。おい、もっと光ってるまんじゅうがあったろ。かしこまりました。お待ちくださいよ。こちらでございますね。わしはこのまんじゅうが大好きだ。笑いが止まらねえわ。あ、止まっちゃった。いやいや、こちらで十分でございますか。十分だ十分だ。おいおいおい、酒でも飲むか。さようでございますな。じゃあこちらにちょっとお預けしときますよ。ああ、では一杯召し上がってください。どうぞどうぞ。気分はいいぞ。おいしゅうございますか。うまいの。昼間に飲む酒が本当にうまいもんだな。おい、再会や。はい。今日はお前も飲め。いやいや、私は結構でございますよ。なんで。いやいや、私は結構でございます。気持ちがいいから飲め。いや、そうですか。再会や、飲め。はい、わかりました。飲め飲め。お代官様。おっと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 。痛い痛い痛い。グッとあげろグッとあげろ。はい。はどうじゃ。お代官様、これ本物ですな。酒に本物も嘘もあるかバカ野郎。そうですけど。グズグズ言うんじゃねえ。お代官様、あのお代官様、何だ。今日車で来てるんですけど。車は駐車場があるんだから置いてけばいいじゃねえかバカ野郎。いやいや、そうですけど。じゃあ分かった分かった、タクシーで帰れ帰れ。タクシーの計算とちょっとやるから。あ、これでこれこれで帰れ。いや、それはいいんですけど。はははは、まあまあまあ、飲んでから飲んでから。いや、わかりました。お代官様、車はよしとしましょう。ですけど、医者に止められてるんだ。バカ野郎、だったら俺も医者に止められてんだぞバカ野郎。あ、医者と仕事でどっちが大事なんだお前。いや、そ、あ、そうですけど。ああ、大丈夫ですか。あ、さあ行ってもらおうか。あの主治医の先生がこれ見てると思うんですけど。それがどうした。わかりました。あ、大切なお酒ですね。そうよ。はい、いただきます。お前らがこれ日本酒よりもこっちのほらバテレンの酒の方が合うかと思ってよ。何ですかこれ。ズブの六花。そのなんか中に入ってる一本入ってるのは何ですか。これは牛の精力剤だ。え、これはたまらんぞ。木で行け。ズブの六花ですよ。木で行くんですか。たかが40度だ。わかりました。グラスがあるだろ。いただきます。おっと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 あ、じゃあちょっとちょっとお代官様もどうぞ。お代官様、お代官様がまず先でございますよね。
本来はちょっとこれ氷が欲しいぐらいだぞ。お代官様どうぞどうぞ。久しぶりじゃのあーあーがお代官様まだ残っておりますよ。お前よ、はあ、男同士で飲んでても楽しくねえんじゃねえかこれ。さようでございますな。いかんいかんいかん、気が引かねえぞお前。忘れておりました。今日かっさらってきた小娘を今呼びましょうか。いいんじゃねえかいいんじゃねえかおい。ちょっとお待ちくださいませ。おい娘を連れてこい。えい、楽しみだな。やめえ、さめえ、お助けください、無事に返してください。なかなかな金玉、上玉じゃねえか。上玉じゃねえか。喜んでもらえば嬉しいですな。よし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 、娘、ほら、はい、尺をしろ、尺を、尺をせ、どっちの尺にするか。何を震えておる。あ、お前年は何ぼじゃ。28でございます。あ、じゃあ飲めるな。私は5のコンだ、5のコン。そうだ、はいはいはい、飲め飲め、言っとけ。28か、食べ頃なの。うまかろ。本物なんですね。だから先に本物も嘘もねえって言ってんだろお前。え、じゃあちょっと味見でもするかな。そうですな。おいおいおい、味見をしてもらえ。可愛がってもらうんだな。助けてください。やかましいよこの野郎。ぐずぐず言うんじゃねえ。お願いです。ギタバタするんじゃねえバカ野郎。こっち来るよ。さあさあ、お代官様に可愛がってもらってこい。可愛がってやろうか。酔っ払わないうちにな。聞いてきた。さあ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 、ほら横になれ横になれ。やめるわけいかねえんだよ。帯よ帯よ、ほら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 。しかしお代官様も好き者よの。少し酔ってしまったの。横になるか。最高ねえ。さあさあ、あしょ、ありがとう。はい、ですか。雪見酒はいいよな。雪見酒はいいよな。風情があっていい。ちょっとごめんないしょ。ちょっとごめんないしょ。はい、ごめんないしょ。あー、おせちが美味しそう。おせち、おせち、おせち。お酒飲みな、ほら、ぐっと飲みな。ありがとうございます。いける方でしょ。ありがとうございます。開けて。美味しそう、美味しそう。ありがとうございます。日本酒はいいよな。飲みたいの。あ、はい、はい、いいはい、ぐっと開けて。はい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 、はい、どうぞ。はい、あ、ありがとうございます。はい、飲んで飲んで、ぐいっと飲んで。あら、おいしそう。おいしいです。いいようなおじさんも欲しいな。これでお酌して。たたたたたたた。
どこで飲んだの？え？見っけた。え？ああ、おいしい、おいしい、おいしい。タピル？タピル？ほら、ああ持ってきたの。どこにあこのタバコをコロンコロン言わして飲みな。タピオカ飲みな。ありがとうございます。タマを吸うのよ。タマを噛んじゃダメ、吸うの。どう？おいしいです。おいしい。タマを噛んじゃダメよ。噛まないで、噛まないで、うん。あー、タマ見っけた。タマ見っけた。タマよく見てんだよ、行くの。タピオカって甘いのね。甘いですね。じゃあ、違う甘さのものもあるから、これ。はい。アイス。これね、特別注文したのよ、この時期に。あお上手、お上手、お上手、お上手。じっくり来ると急に来るとどっちがいい？やばい、やばいね、やばいね。寒くなってきた。寒いです。いいですよ。ヘキシ。あー明日も早いのよね。そうよ、朝からご家老様のお話があるみたいよ。また長くなるのかしら。多分ね。めんどくさいわね。ほんと、早く寝ましょう。そうね、うん、おやすみなさい。うん、おやすみ。ねえ、寝ちゃった？起きてる。なんだか眠れないんだけど。私もなんか嫌な感じがするの。雷？こんな季節に？絶対変だよね。なんだかゾクゾクしてきちゃった。うん。どうしたの？私ちょっとお手洗い行ってくる。大丈夫？うん。気をつけてね。ありがとう。
ばさん変なんですよ。なんだ君は。なんだ君だってか。そうです、私が変なおじさんです。あ、変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさん、あ、変なおじさんだから、変なおじさんと抱くんだ。東村山